わけで、シクノデスのスーパースワンがやっと咲いてくれました。この1年本当にいろいろあったこの鉢なんですけれどもね、ようやく全部のお花の開花までこぎつけることができました。このお花に関してはね、今回が初めての開花になりますので、とりあえず開花したご報告ですね、喜びの報告ということになりました。今回もお花をね、できるだけ拙者で撮っていきたいと思っているんですけれども、このリップの部分のロウ感がですね、すごく独特ですね。独特のこのツヤ感をたたえていまして、本当にね、ロウでできたロウ細工みたいな印象があります。あと、まあ平たく言えばイエローのお花なんですけれども、このグリーンとイエローのこの絶妙なグラデーション感がですね、すごく不気味です。そしてこの花結構大きいです。これつぼみがですね、どんどん膨らんでいくにつれ、いやこれめっちゃ大きいお花なんじゃないということでですね、期待してたんですけども、結果的に、これが私の手との比較になりますね。まあ、私の手そんなに大きい方じゃないので、あれなんですけど、ぜひね、皆さんもなんとなくご自身の手をですね、見てお花の大きさ想像してみてください。でこのシクノデススーパースワンの私が思う特徴なんですけれども、めっちゃくちゃいい匂いがします。私はこのお花の匂い、お花の香りの印象ですね、甘くて、いわゆる芳香剤とかに使われるお花の香り、フローラルって言えばいいんですか、だなと思ったんですが、うちの旦那さんはですね、アイスクリームの匂いがするって言ってます。バニラだって言っているんです。全くの音痴2人が言っていることなので、あまり参考にはならないと思いますが、とてもね、いい香りなんだということは皆さんにぜひお伝えしたいなと思います。我が家のリビングダイニングがですね、約15畳強ぐらいあるんですけれども、午前中はですね、この一株からの香りでもう部屋中がいい匂いになるんですよ。金木犀より強い香りっていうことですかね。かといって別に近くへぐっと寄ってみて香りが強すぎると感じるわけではないんですが、部屋を挟んで真反対にいてもですね、花の香りが漂ってくるんですよ。洋蘭の中では香りのあるお花っていうのは決して珍しいわけではないんですが、私はコチョウランをたくさん育てていますので、コチョウランとしてはですね、香りのあるものって多くないんですよね。なので、今回ね、このシクノデス、とってもいい匂いがするのがめっちゃ嬉しいです。これだけ綺麗に咲いてくれますとね、来年はどうなのかなと早くも、楽しみにしてしまうところなんですけれども、今年この株はね、バルブ2本腐らせで、植木鉢割っちゃって、もう散々な目に合わせてきてますのでね、来年はもうほんと無事に今年と同じように、バルブをね、育てることができれば結果お花につながるだろうということになりますのでね、無事にバルブを育てるということを、念頭に、また一年やっていきたいと思います。これからもうしばらくしますとね、今度はコチョウランの開花シーズンに入っていきますので、まあ、そうなりましたらまたちょこちょことね、開花したお花をご紹介してまいりたいと思います。今日は今年結構、変化の推移を、ご報告していましたシクノデスのスーパースワン、こちらが咲きましたということで、咲いたお花のご報告をさせていただきました。